おはようございます。11月2日、朝7時7分です。77でいい数字ですね。昨日仕事終わってね、で僕は屋根下に止めて、で磨きました。で朝、現地まで来て、ホイールを軽く拭いて、で、まあ、タイヤワックスを先にかけて、で現状こんなん。やっぱり洗剤使わんとね、綺麗になってないですね、こことか。うん、まあこんな感じ。相変わらず、鏡ですね。今日はいろいろ使ってこうと思ってますね。手でこうやっただけで傷になるからね、恐ろしいわ。てか今日暑い、マジクソ暑い。しかもここ下濡れてね、これ座っていいのか。まあ最悪着替え持ってるんで自分。そう、一応、あ、濡れとる、ケツ濡れる。まあいいや、着替えでいいや。そう、着替えを僕持ってるんで、いつも。うん、え、なんで持ってるかって、そりゃ決まっとるでしょ、漏らした時のためですよ。まあそれは冗談ですけど、あの泊まりとかね、あった時に着替えがないとちょっと気持ち悪いんで、うん、だもんで一応寝泊まりセット、シャンプー、ボディーソープは持ってますね。ちょっとこれケツ濡れる、ダメ、ほれ濡れとる、かやろう。リンスはって、リンスするほどだって髪の毛ないもん俺。うん、髪の毛ないから基本的にリンスはしません。そう、何のシャンプー使ってるかって、僕ね若い時からね、フケがめちゃくちゃ出るんですよ。でフケが出ないように薬用のシャンプーとかいろいろ使ってきたんですけど、それでもフケが止まらずに結構出るんですよ。うん、毎日頭洗っとってもね。でまあいろいろ調べて、そのいろんなシャンプー使ったんですけど、で僕10年間ラブホテルでバイトやっとったんで、3年4年前ぐらいですか、ちょうど全 YouTuber やっとる時ですね。うん、でその時にラブホテルって、ほれあのホテル特有のシャンプーが備え付けられてて、で当然貸し出しのシャンプーとかあるんですよ。30種類ぐらいね。でそれを結構僕使ってたんですよ。だから仕事して終わって、でその一室貸し切りにして、でそれであの風呂入って、で自分で風呂掃除して、で綺麗にして、んで部屋が売れる状態になって、それでちょこっと休憩して、でそれでまあ帰るっていう感じで10年間やっとったんですけど、でどのシャンプーも合わなかったんですよ。でやっぱり貸し出しのシャンプーってわりかしいいやつが結構置いてあるんですね。薬用とかじゃなくてね、あの何資生堂とか、まああの いろんなまあその女性が好むシャンプーっていうのが、まあ全種類置いてあるんですけど、
でもそれでもフケが止まらずに、でもやっぱり匂いはいいんですよね。女性ってに匂い重視っていうんですかね、匂いフチフェチっていうんですか。で、で結局まあ薬用シャンプーも試したけどそれも効かずに、で、であのアマゾン見とる時に、フケに悩んでる人がこれをこのシャンプー使って、でフケが出なくなりました、改善されましたっていうのがあって、それはシャンプーとリンスが別々で売っとるんですね。で僕はそれリンスを使ったことがないんですよ。もう何年も使ってるんですがね。もうそっからそのシャンプーしか使わない。カタカナでオクト、オークト、オクトシャンプーね。リンスもあるんですけど、そのオクトシャンプーっていうのが1本ね、安いっすよ。300いくらとか400円前後ぐらいだった、380円だったかな。もうそれしか使わん。じゃあなんでリンス使わんって。リンス使うと、こうリンスって所詮油だもんで結構ベタベタになるじゃないですか。その代わりそのベタベタっていうか、それがまあサラサラになるっていうんですか。でも僕それが嫌いだもんで、うん、なんちゅうの、リンスは僕は昔からしないんですよ。だからシャンプーリンスもしない派。うん、まあ女性の人からしたらとんでもないよね。リンスしないの、あなた汚いみたいな。もうしないよね俺。まあ、めんどくさいわけじゃないけど、まあまあしないよね。うん、でラブホテルってこの新商品とかで出ると、この古いやつってもうあの処分するんですね。でその時にシャンプーリンスとか持って帰っていいよって言われるんですよ。でそれ持って帰るじゃないですか、みんなで。でラブホテル辞めてもう3年4年ぐらいか、約ですけど、いまだまだありますからね、シャンプーリンスが。それがあのなんだ、今嫁さんと息子が使ってますね。娘は使わないんですけどね。娘はあの1紙って言って、1紙種類中の4種類5種類ぐらい持ってて、それしか使わないですねやつは。よいしょ、はあ、磨いた。ちか、今日クソ暑い。何これ、ちょっと尋常じゃないよこれ。でも今日だいたいみんな ホイールボディ汚いんだろうな。俺でもここまで来るときに大型1台横からバーって抜いてたけど、あれホイールもボディもピカピカだったもんで、で岡崎ナンバーだったんで多分朝磨いたんでしょうね。これ王のきらめき、ちょっと脱いでいいっすか。マジで熱い。よっしゃ、オッケー。ホイール磨く前にタイヤワックスをやってくださいよ。タイヤワックスやりましたからね。タイヤワックス、ホイール磨いた後にタイヤワックスやると、ホイールが白くなっちゃうんで、タイヤワックスした後にこれでマイクロファイバーで拭き取って、でやれば磨くんでテカテカになりますね。白くなったでしょう。こうこれあれですね、タイヤワックスの液ですね。これも取りづらいだよね、ちょっと。ちか、椅子ないのかな。椅子なんかなかったかな。座りたいんだけど、まあいいや。じゃあここは青空の光。もうみんなこのホイール磨きの動画見るの見飽きとるでしょ。どっちかっつったら俺のひたすら会話しとるやつを聞いとる方が楽しいじゃないかな。
最近夜ももうほんと疲れ切っちゃってすぐ寝ちゃうんです。僕も就寝10時っすよ。毎日10時、遅くても10時半、早いと9時っすよ。僕就寝ど早いでしょう。仕事は何時に終わってるかって、仕事は昨日は3時半に終わったね。3時半に終わって、で6時まで磨いてましたね。6時まで洗って磨いて、磨いてっていうか拭き上げて、ヘッド洗って、シャーシー洗って、で拭き上げて、で帰りましたね。だから2時間半ぐらいやってましたね。こまめにね。だからシャーシーも今日タイワックスしますよ、後からね。で僕は明日休みで、で明日は午前中自然薯を取り行くんですよ。自然薯ね、その自然薯めちゃくちゃいいやつなんで、買うと1本1万円ぐらいで、売ると1本ね5000円ぐらい。それを2人で取り行くんで、パッカーンっていうやつ持ってね。でそのパッカンが2つあったんですけど、1個分けちゃったんで、あの交代交代でやろうかなと思いまして。パッカンいくらかって、4000、5000ぐらいじゃないかな、1個。確かそんなもんだった。カーマとかに行けば普通に売ってますよ。確か4000、5000ぐらいだったよな、ぐらいだったような気もしますね。で明日6時に家出発して、自然薯を、まあ6時40分ぐらいから取ってあれしますね。その一緒に行く人が山持ってるんで、いくつかね山だ、その人の山で自然薯を取りますね。だから捕まることもない。まあ当然だよね、自分の山だし。自然薯取ったりタケノコ取ったりしてますね。タケノコはあの僕の知り合いが山持ってるんで、山ね、山3つ4つ持ってるんで、でその人があのタケノコが出るとその道路に出ちゃうもんで、もうタケノコ毎回ね、あのこう切りに行くんですよ。でその切るのがめちゃくちゃあるもんで、量がめんどくさいもんで、取っていいよ取っていいよっていう許可得とるもんで、で僕がひたすら取ってるんですよ。だいたいね、だいたい1年でタケノコね、どんなもんかな、多い時は多分ね500とか600本ぐらい取っとるかな。少ない時でも多分400とか取っとると思う。去年少なかったな、去年400とか、その前とその前とその前はもうずーっとどうだ400とか切らなかった。池は必ずもう100本取っとったもんね、100本近く。だから500とか普通に取ってましたよね。愛知県豊川市に僕は住んでるんですけど、まあもう別に YouTube で言ったっていいんですけど、別にね。で豊川っていうか、僕はもう本当信号1個で岡崎ですので、まあその境に住んでるんですけど、あのタケノコなんかいくらでもあげますよ。私僕欲しいんですよっていや、いくらでもあげますよ。タケノコなんか、タケノコ取り名人ですからね僕、ガチですごいっすよ本当に。あのなんだあれですよ、自然薯は僕は取るのはそんなうまくないし、1本取るのに結構時間もかかっちゃうもんであれですけど、まだ自然薯取り始めてね、
まだ2、3年ですから、そんな全然ですけど、タケノコに限ってはガキの時から撮ってるんで、僕はタケノコ撮るのだけはあのマジでプロですよ。だいたい一緒に行くと早すぎて、あの一緒に行っとる人たちがビビるぐらい、は早いですよ、タケノコ撮るのは。見つけるのも撮るので、あと何撮るかっつったら、あのわらび、わらびも撮りますね。わらびはあの誰の所有でもない山で撮りますね。でそれは僕の地元の豊川からわらび取り行くと、1時間半ぐらい走ったところで撮りますね。でそこはあの本当に今の70代80代の人しか知らない場所、うん、でもねもうねめちゃくちゃ取れる、恐ろしいぐらい取れるわらびは、うん、わらびも言ってくれあげますけどね全然、うん、自然薯はちょっとあげれんけど、まあどうしても自然薯欲しいですよっちゅうだったら考えるけど、特急品ですからね。だけどわらびはもう全然、わらびたけのこは全然めちゃくちゃ取れる。わらびマジでうまいでね、あの食用の塩をこう5キロぐらい買ってきて、本当は10キロぐらい買うんですよ。去年全然取れんかったんですよ。去年取れんかったっていうか取れたんですけど、その土砂崩れでこの先通行止めになっとったんですよ。もう本当どうだ17メーターぐらいのでかい穴がバーンってできて、土砂崩れで、でもう通行禁止で通れんかったんですよ、うん、で歩いて行くと3キロぐらいあったんで、まあそこは行くのをやめたんですね、うん、そこの手前まではわらび取ったんですけど、2人で行ってどれぐらい取ったかな、2人で行ってね、どれぐらい、ゴミ袋あるじゃないですか、残飯とか出すでかいゴミ袋、地域によっては白だったりピンクだったり、あれが目いっぱいで2杯分ぐらい取れたかな、うん、でもその土砂崩れの先側はもうほんとわらび王国めちゃくちゃある。もう何半径2キロぐらい、こう360度ずっと2キロぐらいぐるーって回って、もう全部わらび、もうくしゃくしゃに生えとる。もうほんと1日かけて2人で取っても取れきれない、半分も取れん、3分の1も取れんぐらい、もっとくしゃくしゃある。そこの場所は本当に誰も知らないところですね。でこれが青空の光で、これが王のきらめきじゃん。だからね、今週自然薯を取り行くんですよ。そういうその食べ物を取り行くっていうのが僕は結構昔から好きなんですね。そういう取り行くっていうのが、そう僕結構好きなんですよ。そういう自然のものを取って、でそれを食べるのが好きだから、今回自然薯取り行く。自然薯はもう本当にね、洗って切ってまた吸って、で醤油わさびで食べる、うん、っていうのがまあテーマ。本当にねとろみがある。で自然薯はハートみたいな葉っぱがあるんですよ。これぐらいのね、それが最初はあの緑色でだんだん黄緑になって、でそのうち黄色くなるんですよ。薄黄色っていうか、ちょっと薄黄色っぽくね。で黄色になった時に取るともうネバネバすごい。じゃあ緑とか黄緑の時に取るとどんなんだっつったら、姿形はまあ本当に自然薯なんだけど、粘気がない。そうだからそれは取らない方がいい。
で自然薯のそのなんだ自然薯の生えてる葉っぱをたどっていくとそのこういうね細い丸いなんちゅうの枝っていうかなんちゅうの根っていうかそれがこうたどっていくとこう路面にあるんですよ。でその路面をこう掘っていくんですね。パッカンチのこうやってやってそうすると取れるんですよ。それをあの芋に当てずにこうゆっくりゆっくり掘ってってそうすると勝手にポロって落ちるんですよ。でこう手でかいてねこうで取るんですよ。それがね結構ね楽しいんですよね。でもね腰痛には辛い。腰痛の僕にはねどえらい辛い。でもそうだね楽しいですね。でインスタとかに自然薯取ったちょっとちょうだいちょうだいって言ってくるあの知り合いとかがおるんですよ。やるのはやるけど一緒についてて自分で取れよって言うんですけどね。ほんと自然薯ね1個取るのでもうめちゃくちゃ偉いもんね。腰は痛くなるしだからできりゃあげたくないかな。やっぱり自分で取って自分で料理して食べるのが一番美味しいですよガチで。うん。だから明日その自然薯を多分朝6時40分とか7時ぐらいから掘り始めて8、90、まあ多分10時ぐらいまでやってまあ2人で10本だな2人で10本ぐらい取ろうかなと思ってます。だいたい1回行くと2人で10本ぐらい取るんで僕ら。そうで僕が一緒に行く人が63かもう自然薯取ってねあの45年ぐらいやってる人だもんで、まあ、その人から教わったんですけどねもうめちゃくちゃうまい、うん、その人とわらびとかもうとにかくタケノコだけはいいかな。タケノコに関しては僕の方が多分プロいんでタケノコだけは本当に誰にも負ける気がせんぐらい極めちゃってる僕は。なかなか綺麗だなすごいわ完璧だなこれね皆さん気づいてるかどうかわかんないんですけど結構インスタとかなんだかんだ見るとこうやってみんな磨き終えたやつこうやって撮るじゃないですか。このカメラ越しだと白ぼけてわかんないんですよ。よっぽど写し方が良くないと。だからカメラ越しはめっちゃ綺麗に見えるんですけど結構現物見ると白ぼけってすごいですからね。で走ってるとわからんしね。だからねインスタでピカピカなやつも僕のところ DM 来てちょっとした白ぼけは取れませんどうしりゃいいんですかって相談を受けるんですよ。で豊川来た時に会って見ると結構な白ぼけなんですよ。だけどこうやってやっとると白ぼけって全然映らないんですよ、うん、何で磨いてるんですか。サブちゃん仕上げは下地は全部サブちゃん。あの人の商品も悪く言うつもりはないですけど正直な感想ですよ。サブちゃんやめた方がいいっすよ、うん、あのサブちゃん使ってる人間でサブちゃん以上輝きが欲しいっていう人間が黄斑なんですよ。でサブちゃんで満足しそうっていうのも黄斑なんですよ。だけど僕が作ってる製品どれでもいいんで使ったらサブちゃんより圧倒的にいいですからね。特にこれなんかはもう次元が違いますからね。これレベルが違うんで。で僕の出してる商品に次元ってあるんですけどそれ本当もうバカじゃねえのっちゅうぐらいどすごいんで使ったら多分みんなファンになるっちゅうぐらいですよ。でも僕のアルミ
白ボケ一切ないですからね、こう一切ですよ、一切ないですよ。一応全ての製品白ボケ苦しみ取れるようになってます。特にムクはもうそれ専用だもんね、あれでやりゃもう間違いない。こんな感じ、綺麗でしょう。で手の指の跡もないでしょうね、すごいでしょう。だいたいサブちゃんとかサブちゃんプロとかあのシリーズ使ってる人って相談めっちゃ来るもんね。サブちゃんで磨くと白ぼくとくすみが絶対出てくるんですけど何ですかって、その答え DM だったら教えますよ。 DM だったら DM くれれば教えますよ。ただこの YouTube で言うと何ちゅうの作っとる本人にとてもとても失礼になっちゃうんで、ちょっと YouTube ではちょっと言わないようにしときます。サブちゃんとかサブちゃん関係コイヌールとかねゴロゴロとかね、使うと絶対白ボケになるんです。それって何ですかって、それを取るやつないんですか。いや僕の製品買って使ってみてくださいよ。で買うじゃないですか。一瞬でバカじゃないかっていうぐらい、嘘じゃないかっていうぐらい取れましたっつって、ちょっと次元が違いますねって、アシキさんの商品ちょっと次元が違いますよって、やばいですよねこれっつって、でメッセージが来ます。嘘だと思うだったら TikTok の感想文見てくださいよ。 TikTok の概要欄に TikTok 載せてますからね、そう URL それクリックして TikTok 見てくださいよ。感想が書いてありますから。しかもお前アシキ俺ねサブちゃんシリーズ使ったことないだろって、いや僕は愛好家でしたからね、マジで愛好家でしたからね。僕初めてサブちゃん買った時セットで4本買いましたから、送料無料を狙って、でその後にサブちゃんプロとかコイヌールとかゴロゴロとかゴリラのため息とかなんだかんだ買ったんですよ。だから僕ももう全部使ってるもんね、分かってるんですよ。で今回このね商品作る時に磨きとかなんだかんだ買ったんですよ、いろんなところのやつも。まあもともと持ってるやつは買わんかったんですけど、でなんだでこう置いとくと液体が上溜まって、その溶剤っていうか薬剤っていうかああいうのがね化学物質っていうのが下に溜まるでしょう。その液体を全部これ捨ててね、要は布とかああいう生地にこうバケツの中にバーってやってるんで蒸発させてね、でその液を一個一個こう出して、でそれを太陽に温めて、で固めるんですよ。で固めた後にこうちっちゃなハンマーでこう砕いて、で何使ってるかっていうのを一つ一つ研究して調べましたからね僕。それ全部調べて何使ってるかっていうので、それを分解して一個一個灯油につけて、でコットンにつけて、でアルミでこう磨いたんですよ。アルミ買って、そうしたらどれが何が白ぼけになるとかくすみになるとかっていうの全部調べましたからね。だもんで僕やっとることがえぐいっすよマジで。そういうのを全部調べ上げて、全部それを改善とか克服してできたのが僕の商品ですから、そりゃやっとることえぐいですよ。だから僕の商品って絶対他社には絶対負けん、マジで。だからやっぱり人間ってその自分が使っとるものがやっぱり一番いいって勘違いしますからね、ひょっとしたら僕が作っとるやつよりももっとすごいのあるかもしれんし、それはちょっと
わかんないですよね。うん、でも僕は結構自信持ってますよね。これはこれで、うん、これがちょっと白ぼけじゃないけど、これ傷だな。ここちょっとペーパーかけんって感じね。こことここ、この辺、これ磨き傷だな。この辺はいいけど、まあちょっと離れやわかんないですけどね。よいしょ。あのナット周りの傷って、あの自分いろんな青棒関係買って作ったんですよ。いろんなの、まあ青棒を主として、で磨いて、でまあ試したんですよね。青棒関係はね、あのアルミにはねダメ。なんでかってさっきみたいに傷になる。うん、だから青棒関係で僕はあの磨くのはやめましたね。ただ青棒でも見えるかな、ここまずだったり、こっからここまずだったらいい、あの傷にならない。でもこっからこっちのナットは傷になる、うん、青棒関係はね。だからそれをわきまえて気をつけて使わんと、磨き上げた時にあの悲鳴が起こる。うやーうやーうやーって、マジマジ、あの傷全部そうですからね。青棒ですからね、忘れもしない。だから僕自分の商品に青棒関係は入れてないですからね。しかも青棒ってあの分量がすげえ難しい。うん、でもやっぱりヤフオクとかだと出てるもんね、青棒のね、なんとかクリームポリッシュとかね。うん、使ったことないけどさすがに。でも会社のある人は使ってましたね。うん、でもそれはそれでいいけど使い方間違い違う。だからこのコットンにつけて擦るのはやめた方がいい。うん、あのバフあるでしょ、バフモーターみたいな、こう羊の毛みたいなやつ、あれにこう塗って、で機械でウィーンってやるだったらありかもしれん、青棒は。でもこの手で擦っちゃうと多分指の力って強いんで多分傷になると思う。それぐらい青棒って強力だと思う。だから鏡面にもなると思う。うん、なんか服脱いだらさ寒くなってきたわ。次寒くなってきたし、お腹も空いてきたし、昨日朝ごはん吉野家の牛丼食ったんですよ。マジちょっと牛丼食いたくなってきた。やべえ、やばいよ、牛丼食いたくなってきたよ。あ、これすいません、次元ね、次元でやってます。ちょっとさっきのフロント側は紫の王道だな。紫の王道でちょっと傷取っていくしかない、あれ。うん、ちょっと YouTube 長くなっちゃうな。1時間なんかみんな見てくれんもんな、きっと。うん、
小学生が学校行っとるわ。うちの市民たちも7時45分に出てきますからね、家を。うちの息子は昨日アホなことをやって病院に行きましたね。学校の中で走り回ってて滑ったかなんだか知らんけど、柱の角に頭を ぶつけて目の上パカーンって切れちゃって病院行きましたからね。たまたま切れたのが1センチぐらいで、で奥が開いとったけど、これ薬塗っとりゃ治るからっつって、なんか薬だけになりましたね。なんか固定してね、で1週間は水に絶対に濡らさないでくださいって言われてましたね。ビビリだもんな。お前縫うだろって、塗ってこいやっつったら、縫うのかな、どうするのかなとか で診察室行ったら、そこ寝てくださいって言ったら、なんで寝るの、何するので、ちょっと道具持ってきてくださいみたいな、なんか言ったんだって先生が。そしたら、え、縫うんですか、ああだこうだって散々ビビっとったらしいね。たかだかな、たかだか、まぶた縫うぐらいお前ビビっとんじゃねえだわ、本当に。まあ小学3年生だね、怖いのかな。俺昔後輩と川行ったんですよ。そうしたら後輩が上乗って、で上から落ちたんですよ。そしたら後輩のこの歯が僕のこの頭に刺さっちゃって、ブスって、で3センチぐらい切れて、で結構奥も切れてるんで結構血が出たんですよね。で僕はもうずっとほかっといたんですよ。そうしたらそのうち血が止まって、で夜家帰ったら、なんだお袋に「そんな塗ってこんといかんわ」とか言って病院連れてかれて、で深夜病院行ったんですよ。そうしたらホッチキスみたいのでパシン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 って5箇所ぐらいやられたんですね。でかいこう縫う用のホッチキスっていうんですかね。でうつ伏せで寝てくださいって言って、うつ伏せ寝たんですよ。そうしたらこんなでっかい紙おむつみたいな前にやられて、で看護婦さんにゴシ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 あらその洗わされて、その時もくそ痛くて、染みてくそ痛くて、で麻酔なしでホッチキスやりますから一瞬で終わりますからっつってさ、ええー、みたいな感じでさ、で麻酔なしでさ、この切れたところをさホッチキスみたいでバシン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 ってさ5箇所やられてさ、ほんと気絶しそうなぐらい痛かった、マジで。っていう僕は10代の頃の思い出もありますね。ありますね。だから頭はね、それが1回でしょ。あと何だ、あとそうだ、僕が暴走族やっとった時にあるチームの頭総長だよねとタイマー張ったんですよ、ちょっとしたことでね。タイマー張った時にそいつ柔道日本2位か3位ぐらいのやつなんですよ。で投げ飛ばされて、でなんだかんだこう乗られて殴られて、で立ったところにこう襟首を持たれたんですね。
でその時に僕あの思いっきりそいつに頭突きをしたんですよ。頭突きをね。そうしたらその時もそいつの歯に頭が刺さって、でその時もあの病院行って縫いました。歯が当たって頭縫ったの2回たまりませんわ本当に。あとなんかもう1回あったな、なんかもう1回もう1回あった。あとね、何だっけな、あそう、石だ。それも暴走族やってる時に、あのやっぱり暴走族同士の喧嘩ってあったんですね、この豊川豊橋っていうのは。で僕が遊んどって、であるやつにその山に連れさらわれて、まあ遊び行こうやつって行ったら、そこに30人ぐらい暴走族みたいなやつおって、でそいつら30人に囲まれて、俺一人めった打ちにされましたね。200発ぐらい殴られた挙句、あの石で頭パンってやられて、その時も頭から血吹いて、その時も頭縫いましたね。だから僕坊主にすると縫った後ばっかでしょ。1箇所2箇所3箇所か3箇所縫った跡があって、であと何、果物ナイフでこう突きで刺された時も、こう耳たぶのところ貫通して耳たぶがビヨンビヨンビヨンってなったこともありますね。一回本当にひどいことするわ。でその耳たぶはずっとほかっといたら勝手にひっついたっちゅうやつ、若い時そういうことがありましたね。ちょっとここはね、あの紫の王道にします。なんでかって、あの傷を消したいから。この体勢が偉い、マジで。このヤンキー座りが偉い。あ、もう構わない、回収した。ちょっと立っていい？あー、よし、OK。そんな苦い思い出はありますよ。だからね、まあ暴走族なんかやってマジで後悔した。だって仲のいいやつにもボコられるしね、ただチームが違うっちゅうだけでボコられるし、で関係は崩られるし、まあたまらんかったですわ。で僕なんか地元で超嫌われ役だったもんで、超嫌われ役っちゅうか役じゃないか、嫌われとったね、当時は。たまらんかったですよ本当に。この豊川豊橋っていうのは、朝倉未来氏、あの知っとるけど直接ね、まあまあやつの先輩だもんね、あれだけど、俺はねやつ知っとるけど、やっぱりあいつも言っとったけど、この豊川豊橋って治安が悪すぎる、マジで。豊橋の隣町が豊川で、豊川と豊橋って昔から仲悪いもんね、なんでか知らんけど。なので僕が暴走族入って、そこを17で引退した後にまた暴走族立ち上げたんですよ。でその時に岡崎支部と豊橋支部っていうのを作ったんですよ。そうさ、もう豊川のやつから連絡来なくなりましたからね。あいつ豊橋のやつなんかとつるみやがってみたいな感じでね。だもんで、ね、豊橋のやつらがそのチームに入ることってないんですよ。っていうこともありましたね。僕は豊橋の人間結構好きだったんであれですけどね。でもね、あの本当に強かったやつ、喧嘩も強くてね、あの
喧嘩が強くて一匹狼っていうやつが豊川にはおりましたからね、何名か、うん、僕の一つ上の一つ下に見える、M ニックネーム M にしとこう、あいつの一文字から取ってニックネーム M っていうやつもすごかったしね、そいつは暴走族に入らなくてね、一匹狼でね、なんせね、あの地元の暴走族のやつらで、あの一番強いって言われてる1位2位の やつをあの一瞬で一人で倒すというね、とんでもないやつがおったね、一個下に。で僕はそいつと何回ぐらい、5回ぐらいかな、5回ぐらいタイマー張ったんですよ、全負け5戦5敗。マジで、あのそいつ格闘技とかなんかやってるわけじゃないですよ別に、何にもやってないですよ、何にもやってないのに全負け。しかも俺なんかさね、ボクシングもやったわけじゃん、中学生時代ボクシングもやって、少林寺拳法もやって、で空手もやっとったからさ、うん、だからね、そこら辺のやつには絶対負けんっていうその自信があったんですけど、でもあれでしたね、後輩相手に負けたのはそいつだけでしたね。そいつなんかもうあれだったよね、あの悪すぎて喧嘩多すぎて豊川から追放されましたからね。だからあれですよ、小学生でもう喧嘩の嵐でみんなボコボコにされて、小学生でもうあの警察から何から学校の先生が来て、もう出てってくれと言われて、でそいつ兄弟おるのかな、わかんないですけど、小学6年生の時にあの親と一緒にあの刈谷市っていうところに引っ越しましたからね、うん、そう刈谷に引っ越した後、なんか刈谷でも問題起こして、で名古屋行って、で名古屋でも問題起こして、でそっからなんか 3,4 年ぐらい少年院とか刑務所に行ったらしいですね。しかもそのタイマンっていうのも、あのなんちゅうの、小学生の時に2回ぐらいやって、で中学生の時に1回やって、でね17の頃に1回やって、で最後は18か18の頃に、うん、あいつと再会してタイマー張ったけど1回も勝てんかったね。あの化け物っていうのは多分あいつのことだ、ね、僕結構打たれ強いんですよ、だいたい殴られても倒れんし、下がらんし、とことん突っ込むタイプなんですけど、あいつに殴られてる時だけは本当あの大ハンマーで殴られてるぐらいの痛さだったもんね、うん、あれ化け物だわ。でもね、そいつが一番仲良かったのが俺とそいつと、で、ケンタね、ケンタっちゅうやつと、あともう一人、ノブちゃんちゅうのがおって、で俺ら4人でいつも行動しとったやん。でノブちゃんはあのヤクザやっとって、10代の頃からヤクザやって、でケンちゃんもそのヤクザやっとったやん。でその M はあのそういうのが嫌いだもんで、一匹狼で好き勝手生きとってやん。だけどあいつ働いたことないからね、ずっと恐喝だから、そう、あんな堅気のやつが、ね、ヤクザモンから何からを脅しまくってんで金取っちゃうんだからさ、でみんなもさ震えちゃってさ、金出すわ払うわだもんね、うん、で僕は
こんなトラック乗っとでしょ。本当に笑っちゃうわ。で4人でそっちをつるんどって、であの時っていうのが僕がまだ20代だったのかな。でみんな3人とも僕の一つ下なんですよ。で一つ下で、でケンがあの2000万ぐらいのベンツ乗っとったんですね。2000万ぐらいのベンツ乗っとって、ケンがね、でノブがあのノブも2000万ぐらいのベンツ乗っとったのか。で M は車の免許持ってない、いつも誰かに運転させる派で、僕はその時にあのあれですね、ベンツ乗ってましたね。ベンツね、1800万ぐらいするベンツ乗ってましたね、その時。しかもそのベンツ無料ですよ。なんで無料かっていうと、あのそのノブっていうのがまあ結構金持っとるんですよね。ノブとそのケンっていうのはめちゃくちゃ金稼ぎがうまくて、で僕が誕生日の時にそのベンツをくれたんですよ、ノブちゃんが。そう、でそのベンツをまあ2、3ヶ月ぐらい乗って、でまあ処分しましたね。まあいろいろな事情があって処分しましたね。でそこから時は流れて、でケンとノブっていうのは一緒の組織入っとって、で共に一緒にまあヤクザやっとったんですけど、その2人はね。でそのまあまあ簡単に言うと、あいつらの親分があのすっごいいけないことをやったんですよ。うん、でまあ言葉変えて、簡単に言うと言葉変えるんですけど、消されちゃったんですよ。もうどういうことか分かりますよね。うん、消されちゃった。でその時にあのなんちゅうのまあ声がかかったらしいんですけど、でまあ続けるかどうするかっていうことになった時に、まあまあ あいつらなりに車もその渡して、で全てのお金も渡して、で指も落として、で本家に詫び入れて、でやめましたね2人。でその2人っていうのはあの沖縄のやつなんですよ、実は。うん、で沖縄帰って、で今何やっとるかっつったら、あの飲食店やって、で飲食店やりながら野菜作っとるらしい。電話で喋ったけど野菜作っとるらしいよ。多分ね、島田紳助みたいなもんだよね。飲食店やりながら毎日酒浴びて、でご飯作ってご飯提供して、で真面目にやっとるらしい。たまに電話でしゃべりますけど、うん、何やっとんのって言ったら、いや飲食店やってるって、夜はビリヤードやって楽しく過ごしてるよって、あそうって、もう真面目にやらんといかんでって、俺も真面目にやっとるでって言うと、うん、そうだなって、ま、真面目がいいな、気楽だしなってなんて言ってますね、あの2人。指はなくなっちゃったけど、で偽物の指をつけとるんですよ、接客業ですから。偽物の指をつけてやってますね。
まあちょっと何ちゅう店かはここでは言えないんですけど、まあ沖縄行けば分かりますよ。で結局僕とそのノブとケンはまあ真面目にこうやってやっとるんですけど、うん、でその M だけがあの未だ無所、暴れん坊将軍、あいつは多分変わらんだろうな、あいつは変わらん、あいつは多分もうさ自分の道しか行かんで、あいつだって親がいないもんね、親がどういうことっていうと、その育ててくれた人があの本当に漫画の世界なんだけど、俺も聞いた話だもんで確かじゃないけど、でもそのおばちゃんから聞いとるもんで、お母さん代わりの人ね、あの段ボールの中に赤ちゃんが捨てられてて、で通りかかりのお姉さんが里親、そう、その人が育てた、うん、だから自分に兄弟がおるかいないかっちゅうのもわかんない、そう、で親がどんな人かっちゅうのもわかんない、ただやつはめちゃくちゃ凶暴、ほんと信じられんぐらい凶暴だよあいつ、まあ多分一生変わらんだろうな、やつだけはあいつだけは変わらんだろうな、だってそうだもん、10代の頃も少年4回とだよ、少年4回ってなかなかないよ、なかなか聞かんよ少年4回って、でも僕らとは仲良かったですけどね、ただやつは少年4回入ってますね、少年4回入って出てきても悪さしてまた刑務所なんですよ、あいつも沖縄行きゃいいのに、やっぱり指の跡がつくな、少しあの自分専用で使うやつは配合を結構適当にやってるんで、僕売り物はちゃんとビシッと測ってやってるんですけど、自分で使うやつはもうパッパッパッのパターンはねいかんわ、本当にあの AB 型ってあかんわ、あっしゃー綺麗になったぞ、あ十分、ぜひこれサブチャンシリーズ使ってる人にも使ってもらいたいな、絶対こっちの方がいいんだけどな、変なもん使ってないし、しかも白くくすみも一切なし、紫の王道、これわあ、1時間になっちゃったな、こんな付き合わせて申し訳ない、これが次元はマジでいいっすよ、次元は、あ腰痛い、飯食い行こうかな、腹減ったなっていう感じで、本日も無事故で頑張りましょう、ではまた。